愛を明確に伝えていることによって選手たちってやっぱ結構動けるようになるから。じゃあ元プロサッカー選手の宮原拓です、今日はね3つの、フォーメーションを採用してるって言ったんだけど、今日はその3つ目、この3つ目に対して、説明していきたいと思うので、じゃあまず、最後はどんな状況で使うかというと、やっぱり自分たちが勝ってます、点入れられたくないんですっていう時に使うんだけど、こういうやつをやってます。まずは、はい、こういう3-3-1です。こういうことをやってます、まずはね、なんでこういう作業をしているかというと、やっぱり、均等にスペースがあって、均等に、同じ幅を守ってるっていう意識ね、まあ、一番バランスがいいっていう、まあ、オーソドックスな形をやってる。じゃあバランスがいいとなんでかというと、やっぱ守りやすい、守備の面ではすごい守りやすいから、こういうことをやってるんだけど、まあ、本当に一人一人が移動距離を少なくするというか、まあ、本当に均等にこうやって守らせることによって、強固な守備を築く、そこで自分たちが、リードしている点を、守り抜くっていうのが、目的で、ちょっとこういう文章をさせてもらってます。守備だけでつまんないじゃんとか言うんだけど、まあ、勝負ではね、こういうことが結構大事になってくるかも。時間帯によって、プレーを選択するっていうのはすごい大事だし、まあ、時間帯によってプレーを選択することもだし、まあ、場所によってプレーを選択することすごい大事よね。たまには、めちゃくちゃ大きいクリアというのも、しないとダメな状況っていうのはあり得ます、だから今は全部それを何て言うかな、繋がないとダメとか、じゃあそれで繋いだやつを取られて失点したらどうなっちゃうの、ね、まあ、それは結構もったいない話ね。じゃあ時には思い切ってクリアして、またバランスを整えるとかって、こういう基本的なコミュニケーションを整えるっていうのも、めちゃくちゃ大事なことっていうのは、僕は選手たちにはすごい伝えています。で、この1-2-3の中で、まあ、本当に守りきるっていうことに集中すれば本当にみんな守りきると思う、ね。で今現地上でやってるのはこの 3-3-1 でもしっかり守りきりましょう、しっかりゲームを終わらせましょうっていうことを、意識してやらせています。個人の役割としてはもう本当にこのディフェンスラインとミッドフィールダーとフォワードっていう3つのラインを作ってて、でこの人はワントップはさっきよりも、だから僕が求めているこのワントップにもうキープしてくださいと、時間稼いでください、裏に抜けたり、足元に抜いてもう一人でなんとかやってください、ね。でこの中盤の人にはもうそんなサポート行くなと、なるべく最小人数でボールをキープしてくれとは言ってます。でこの3人に関してはもう上がるな、後ろでリスクマネージメントしてくれ、もし万が一攻め切ってきた時の、守備に、専念してくれっていうことを役割としては言ってます、ね。だからもう役割はもう結構役割を明確に伝えていることによって選手たちってやっぱ結構動けるようになるから、でそれが判断基準となって、自分でじゃあこの場合はどうやってアプローチいこうかなとか、ステイしようかなとか結構考えられることができると思うから、まあ結構さピッチの中では自分で考えろって言うけど指導者の方がねちょっとしたアドバイスっていうの、まあ、これもそうだよね、役割を教えてあげるだけで選手ってその試合の中で動きやすくなると思うから、指導者の方っていうのは、まあ、そういうこともしっかり言ってあげるといいかなっていうのがポイントかな。その上で、やっぱりピッチで、プレーするのは選手がやっぱそこで考える、選手ピッチするプレーするのは選手じゃん、プレー、ね。じゃあ監督はもう何も言わないよ、監督言うんだけど、それは結構ちょっと間違いかなと思うね、ある程度のことっていうのはやっぱりね言った方がいいと思うけど、それが全部言うのは伝わりきらないからね。正直僕が今話してる話をピッチレベルで言うと絶対聞いて行動に移す、これ絶対無駄な動きなんだよね、うん。じゃああらかじめチームの練習で、あこういうこと起こったらこういうことした方がいいよっていうのを伝えてる、そしたら選手っていうのはピッチ上で自然にプレーできるようになるから、うん、それはもう日々やっていくことだね、指導者の、うん。まあ役割を明確にすることによって残りの5分を守りきるとか、よくそういうのには使ってますよ、ね。で、さらにもう強固にしたいって言ったときに、やっぱりもうこんなんでいいんじゃないかなと、極論、うん。
もう4枚めっちゃガチガチに守りますプラス3枚でも守りますって言ってハーフラインぐらい引いちゃってぐらいいいよっていう風に言うのね。これもやろうとしてることは今ねちょっと現在進行形なんだけどね、こうしたことによってもう相手攻めてくるけどね、めちゃくちゃ攻め切って自分たちがボール奪ったらこういうとこに1枚2枚そしたらカウンターでもしかしたら点が取れちゃうかもしれないよ、うん、でこの7枚で、まあ、8枚ねキープあるし8枚でしっかり、守りきるっていうのがこっちの方がいいかもしれないね。3枚よりも4枚の方がもっとガッチリするしカバーリングもすぐ早くいけるっていうので、この2ラインにしてでも守りたいっていうことをやろうかなと思ってますね。もしそれをやるとしたら、うん、選手たちはどういう風に伝えて、うん、フォーメーションを、あ、このフォーメーションもうね、これはね、本当ね、さっきの上り抜く言っても、プライオリティがもっと高くなると思う、正直言うと。だから絶対守りきれるよっていうシグナルになると思う、これは。守りきれ、331の時は守りきれかもしれない。これはもう絶対に失点するなっていうね。だから、まあ、攻撃も行かなくていいよ、うん、で行ったとしても人数2人ぐらいでかけろよっていう3人も行く必要ないよっていうね、うん、で、もうこのポジションで、しっかり守りましょう。でよく守るっていう時にマークにつくっていう思う時もあるんだけど別にスペースゾーンってあるんだね。こうやって守備にねゾーンゾーンに入ってきた敵がいたら対処してみてくださいって言うんだけどじゃあ敵が2人ここ2人ゾーン入ってきたんですよ僕の前にってこうやってねどっち行けばいいんですかって言ったらどっちだと思うって言うとよく僕は言うんだけどボール出てきてからしっかりアプローチしてっていう例えばここからここに出てきたら、まあ、この人が行けばいいし正直ボール出てからゾーンに重なるところにいてんだけどボール持ったらこう寄せればいいしそしたらこういうカバーすればさらに強固なことできるし、まあ、守備はもうこうやってコンパクトに守れってめちゃくちゃ言ってるから、ね別にマンツーマンでつくと逆にスペースっていうのを与えちゃういっぱいねマンツーマンでつくと、ね、だからここで守りきるときに大事なのがゾーンで守れとはよく言ってるなかなか難しい、ごめんなさい、教えててもゾーンで守るんじゃなくて結構来た敵に対して行っちゃうからすごい難しいんだよね、この年代でそういうことを言うのはけど、なんていうかな、今僕もそうなんだけどボードであって、例えばよくさ、イングランドのね、プレミアリーグの監督たちっていうのは結構ベンチじゃなくて観客席からあの試合をよく見るんだけどそっちの方が見やすいんだよね。だから視点はその視点で見てプレイするときは上からの視点じゃないじゃん。けど上からの視点をプレイしてるときに見れればどうやったら今のディフェンスは行った方が良かったかなっていうのが分かりやすくなるかも。けどこれ結構難しいね。そう僕もアイディアとしてはドローンとか使って上からの画像見たいなとかすごい思ってんだけどこれだけどプロではもうやってるねイタリアにねナポリっていうチームがあるんだけどナポリで、前の監督ねサラリっていう人がやっていたんだけどマウリッツオ・サラリっていう監督が守備の練習するときにドローンを使ってこのお互いの距離とお互いの上げ下げっていうのを練習してたんだけどもうめちゃくちゃ綺麗だねびっくりしたさすがプロの選手たちと思ったのでもう本当に同じ動きしてるうん、だけどドローンから見てやっぱりその画像を見てあ今の時はちょっとこいつだけ前行ってるかなとかそうやって分析すれば多分分かりやすいと思うんだけど、まあ、この子供たちもそこまでプロみたいにねできるかっていうと多分できないと思うけどそういう意識でさせてあげることによって、まあ、お互いのこと気にするからで首振ることどんどん増えるから、うん、そしたら状況をね把握することってよりよくできると思うからまあそういうことを意識させてやるっていうのがすごい大事ね。まずはマンツーマンになりやすい人ってのはやってよりたがるから、うん、けど
マンツーマンで突くとスペースやられやすくなるよっていうところを意識させた上でも、このゾーンでの守備っていうのをやっぱり教えてっていうね。プロに行くとゾーンでほぼ守る、もうゾーンに入ってきたらマークにするっていうイメージ。そうだからやっぱりこれは今後必要なことだから、僕はどんどん教えてる。難しいけど、難易度は高いけど、けど知っておくことによってじゃあ次のレベルに行った時に、それができるようになるから、うん、やっぱりどの戦術でもそうなんだけど、やっぱりしっかり説明してあげて、まず大人でやってるような目線を小さい子たちにどう落とし込んでいくかっていうのをすごい考えてやってるね、うん、4種だけで、まあ、その場で勝てればいいやっていう考えは全くない。正直さっきも前にも話したと思うけど、みんながサッカー好きになれば、みんながサッカーのとすれば、やっぱ日本のサッカーのレベルって上がると思うし、それはプレイヤーでも一緒、観客も一緒、ね、だからそのそういう2つをね多く作り出すためにも、そういう知識っていうのを別にまあプロになるならないってやっぱあるわけね。いる人ない人絶対いるから、じゃあそうな、ならなくてなってもなってもサッカーが好きでいてほしい、サッカーのとしてほしいと思って、いろんな知識をもちろん、伝えてる。まあ100人になって100人プロになってくれるんだったら、いいと思うんだけど、現実はそうじゃないからね。やっぱ競争があって、やっぱりいい選手がどんどんなっていくっていうのがやっぱプロの世界。まあそれは厳しさでもあるからね。だけどその上でやっぱり、いろんな人にサッカーに関わってほしいから、やっぱりこういうことっていうのを教えていく。どんどんで4種だけでその終わりじゃないよ。僕はねプロになる3種まで行っても1種にプロになれなくても、観客になってもサッカー好きであってほしいから、まあ、こういうことをいろんな子にはもう僕が関わってる子に全員言いたいね。まあちょっとこれやろうかなっていう感じ。これで守りきれなかったらもう考えるけど、ちょっとこれで守りきれるように、しっかりね選手に落とし込んでいきたいなと思うし、さっきも言ったようにさ、もう物は考えようだからね。こういうフォーメーションとかもやっぱり2ラインにしてもさ、さっき言ったようにこれがディフェンスライン、中盤のラインね、でまああと11人だったらこれで3枚いるわけでしょ。でそれが1変えちゃってあげると、中盤、前の3人っていう感じだから、まあ、結構2ラインも面白いのかなっていう気はしてる最近。それがもういろいろなんか4ライン作っちゃうとかね。そう、まあちょっとだから戦術はやっぱワクワクするよね。だから僕としては想像力をいかに発揮して面白いこと、さっきから言ったように何て言う、人の考えに違うことをどんどん求めるのがやっぱりサッカーの面白さでもあるから、まあ、指導者としてのね、面白みっていうのを今すごい感じながらね、ちっちゃい子にサッカー教えてるんだけど、けどレベル高いから、だけど要はプロになったらこういうレベルの話いっぱいあるから、こういう小学生の時からその言葉を理解するだったり、戦術をサッカーのことを理解するっていうことは大事だし、じゃあどうやったらそうやってこういう話聞けるかっていうと、やっぱ集中して聞くことだよね絶対に。たまにスナイジーしてる選手とかさ、たまになんかさ、僕喋ってるのなんか変なとこ向いて話聞いてない選手がよくいるんだけど、それにはこんな難しい話は、理解できないよね、だから僕が言うのはやっぱ集中力を持って何事にもね、特にこういうサッカーの戦術的な話っていうのを、聞いてくださいっていう話かな。最後に聞いたのが、はい、今 4-3 ですごいガチガチで守備を固めてるんですか、はいはい、これをやってみたいと思います。僕の考えだと、ゴールとボールの距離をだいぶ縮めちゃっている、コートを狭めてしまっているっていう感じなんで、今ゾーンとしては守るっていうのはすごく強いなと思ったんですけど、これリスク的にはどうなのか、ゴールに近くなっているで敵がだから詰めやすくなっているんじゃないかっていうところは、ひたすらもうこう守る続けるなるほど。だから要は自分たちが後ろに引いちゃうことによって侵入させやすいところになる、こさせちゃうではないかっていうところの、ボールがだから近づいてる、もうどんどん僕はボールを敵ゴールの方に寄せてれば寄せてるほど、あこっちにそう逆に圧をかければかけるほど、なるほど、それはそれでリスクはあそういうことかないんじゃないか。要はそのプレッシングをずっとかければってことね。ああそれもあるかないんだけど、プ
プレッシャーって結構なんていうかな、疲れちゃうんだよね。例えばこれって時間帯がもう本当に試合の残り何分とか、5分は結構長いんだけど、3分、2分、1分とかっていう時にこれもガチガチに守るよっていうから、その試合終了の時って特に4種の自分のチームの子たちの体力のレベルとかもやっぱ自分は把握している上での、こういう引いて守ることがいいかなとは思ってる。体力がある走り切る、例えば2試合3試合全力でできる子たちいれば、そのやり方もありだと思う。プレッシングかけて、そしたら奪った位置が高いからゴール狙えるよねって話だもんね。そうそう、それもできるんだけど、それやるなったら最初体力あるうち点取るときにそれやった方がいい。そうそうそう、だけどすごい面白いです。視点はめちゃくちゃ面白い。だから体力ある選手がいっぱいいれば、最後にめちゃくちゃプレッシングかけて試合終了で、そこからボール自分たちに回して試合終了の形でもいいと思う、全然。じゃあ今のは僕の中では守るためにもうちょっと前衛がない代わりに少し上げた方がいいんじゃないかと思ったんですけど、うん、攻撃的な話なんですよ。攻撃的なね、割とプレッシャーかけるっていう、奪い切るっていうのだけど、今のは面白いんだけど、僕らのチームはそこまで追える体力がないし、うん、追うイコールどこにスペースを与えるかっていうのが、さっきも何、点取るためのリスクって言ったじゃん。後ろにスペースを空けると結構リスクあるんだよね、うん、だから要はその上手い速い選手がいたらロングパスされて速くて後ろに引けるっていうのは、うん、完全に守る。そうで、守るんだったら、そのゾーンで守るんだったら、体力使わなくてもいい、そう、あんまり使わなくてもいいってことを考えて、やっぱ選手に、今の選手はこのフォーメーションがいいんじゃないかっていう、たどり着いたんですよ。そうそうそう、あのね、体力がめちゃくちゃあるチームだと、プレッシングだと相手ってアタフタするから、逆にプレッシャーの中で、しっかりプレッシングかければ、裏のボールは正確じゃないところが飛んでくるから、あんまり怖くない。けど、うちのチームは、プレッシャーが行くんだけど一発で抜かれるから結構怖いんだよ、それは。だからこそのだからこそのそう後ろ目で守るっていう、構えちゃうのは簡単だからね、結構相手から向かってくるのよし絶対守りきるぞっていうのはメンタル的にも、守りやすい。けど行くときは今の子たちって結構行きっぱなし、だからスッて言われちゃうから、そしたらもう数的に不利になってるから、どんどん局面で、不利になるから、やられちゃう可能性はどんどん高くなってくるよねっていうことだから、けど最初だったらやらすかな、僕だったら試合でボール選手に取りたいことは完全にやらす、数的不利をそもそもなくすなくすっていうこと、うん、それは別にだからもうコーラ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 シールだよ、シールだよ、ね、いや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 、なんかこんな感じでやってんの4種でやりすぎ感はあるけどね、うん、ゲーム理解するってことかな。そうだね、けどやっぱいろんなこと覚えた方がいいと思うんだよね、正直言うと。やりすぎ感というか、しっかり教えてあげればね、やりすぎ感もなくなる、選手が理解すれば一つ一つを、うん、聞いてくれるように仕向けてあげるのがやっぱ指導者だよね。結構自分がさ、なんか自己満でさ、バン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 言ってるのそれ自己満だからね、やっぱり。そうですね、そうそう、はい、じゃあ理解した上での、そう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 、だから選手たちも聞き入れてくれてるような、さっきも言ったけど信頼関係というか、あーコーチ言ってることなんかやっぱちょっと理にかなってるようなとか、うん、ちょっとなんか正しそうだなとか言う雰囲気があるとやっぱ聞き入れてくれやすくなるから、けどあのコーチいつも怒ってばっかだなとか、そう思っちゃうと拒絶しちゃうというか耳に全然入ってこないんだよね。それは別に子供と大人だからとかじゃなくて、大人と大人でもありえるし、それは対人間関係でやっぱりそういうことってすごい大事だと思うから、自己満足ってあんまり良くないんじゃないかなっていうね、やっぱ人と人のしっかり関係性を築いた上でしっかりそういう話をすることによって入りやすくなる。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。